技は何でもこなします。ラフファイト、そして独特のタイミングで放つアッパーなどもありますが、そのアッパーは一発出しただけ、グレート歌舞伎が捕まっております。おーと、そしてタグロープを利用しての攻撃であります。完全に捕まりました、ザ・グレート歌舞伎。さあ今度はチョーク攻撃だ、チョーク攻撃だ。この歌舞伎ですけれども、今日最初にあのドッキリを見せましたが、その後はもうドッキリ出しませんね。そうですね、ちょっとですね、今のところそのムーンドックスのですね、かく乱戦法にちょっと戸惑ってる感じですね。そうですね、歌舞伎もちょっと戸惑った感じであります。とにかくこのムーンドックスという人はデビュー当時はラリー・レイジャンと名乗りまして、テネシー地区でザ・ボンバーズを結成しておりました。スコットの方です。その後1980年にルイジアナ地区でニューパートナーのこのサイクとドッキングして、再びザ・ムーンドックスを結成して、ちょうど7年目になります。1980年にこのザ・ムーンドックスを結成しております。さあグレート歌舞伎を場外に放り投げました。スポットムーンドックス、スポットです。そしてタイガーマスクと目が合いました。タイガー出てこいとばかり。さあそして向こう側の本部席の方ではグレート歌舞伎が叩きつけられました。大きな規制を発しました。スパイクムーンドックスです。胸には入れずに人間の目と、そして熊、背中にはタカとカウボーイの入れ墨が入っております。スパイクムーンドックスです。さあ今度はラリアット行った、ラリアット行きまして、そしてスコットがセカンドロープに上がった。さあ目から落ちましてカバーに入る、さあ今度は海底ビアでローリングクラッチオーブでグレート歌舞伎が行った、歌舞伎が行きましたが、これをまたクリアしました。まあ、しかしこのムーンドックスですけれどもね、先日の、クリスと寺西の試合でしたか、かなり技も出しましてね、ショルダーブロックで、クリスを KO しましたけれども、ラフプラス馬場さん、テクニックも持ってますね。そうですね、テクニックとは言いませんけどね、はい、割合に球を増した動きはあるんですよね。そうですね、で体力もありますからね、はい、まあそこそこはやるんですけどもね、はい、まあ、まだあのね、一発これだという技は見ませんね。そうですね、決め手を書いてますね。まああのレフリーの目を盗んだ狂気づきなども得意としております。そして、入場セレモニーの時に持っておりましたが、牛の骨、カウボーンと言っておりました。それも時折出しまして、相手の顔面をそのカウボーンで叩きつけます。この辺りレス戦の強者であります。さあ今度はスパイク、スパイクが陽動作戦でタイガーマスクに向かっていきます。そしてグレート歌舞伎と今スパイクが対戦しますが、今度はスポットにタッチが行われて、さあ2人がかりの攻撃だ。スポットが地獄突きを見せました。そしてレグラリアット、さあ今のところはザ・ムーンドックスのペースと言ってもいいでしょうか。竹内さん、今のところいいですね、やっぱかなり自分のコーナーをうまく使ってますよね。ですね。ああそしてタイガーマスクが今タッチをしまして、ああキック攻撃、攻撃だ。おタイガーの速い動き、おエルボーがいった。そして返す刀、もう一発スポットのスパイクにも返しました。さあスポット、おっとドロップキック一戦、ほらこれは鋭角的に顎に入りました。カウンターで入っております。カウンター2、スパイクがカットに出ました。さあもう一回ボディースラムだ。183cm、112kg を持ち上げまして、そしてトップロープに上がった、タイガーマスク、おっとトップロープドロップキック、タイガードロップが行きました。そしてエルボー、空中殺法が出ます。タイガーマスクカウンター2、またカットに出ます。もう完全にタイガーと、そして歌舞伎組のペースに上がってきました。あとドロップキックで場外に落としました。そして今度はスパイクを痛めつけます。スパイクを2人がかりの攻撃だ。タイガーとグレート歌舞伎、さあ絶発ダブルの攻撃、ダブルの攻撃が入りました。ザ・ムーンドックスは場外に落ちました。そして今牛の骨を持ってきましたが、それもまた一戦、オートバックドロップ、今度はバックドロップ、どんどん手いくか。ほら今度はもう1回入りました。カウント1・2・3決まりました。カウント3です。完全に今
今の技で立ち決まりましたね。タイガーがそこまで動きますとね、さすがやっぱりムーンドックスも全くその動きについてこれませんでしたね。そうですね、まあネックブリーカードロップ、ちょっとラリアット気味に入りましたけどね。ラリアット気味だったんですね、はい。まあそれにしましてもちょっとそのラフが出ないうちに、うまく来てやられたという感じのザ・ムーンドックスです。今ちょっと踏ん張りやる方ないといった感じでトップロープに上がりまして、骨を持って上がってこいとばかりタイガーマスクに向かっております。そして今度は場内のお客さんに襲いかかっております。お客さんに襲いかかってはいけません。スポットムーンドックスの方です。まだ収まりません。俺たちが負けたのかといった、そういったまだ憤懣が爆発しておりますザ・ムーンドックスであります。試合の方はタイガーマスクが、スポットを耐え固めで下しまして10分33秒タイガー歌舞伎組が、ザ・ムーンドックス組を一周した一戦でありました。